新一謎の亀と黒ラブ事件。シュートを見せてやる。おめえらは危ねえから絶対真似すんじゃねえぞ。君ごめんごめん、実は3日前のことなんだが、この公園で僕を見なかったかな。はあ？朝の10時半頃なんだけど。あのね、平日のそんな時間公園にいる中学生なんて普通いませんよ。俺だって授業を受けてたし。あ、そうか、そうだよな。一体ありがとう。君たち、実は3日前の木曜日なんだけどね。なんなんだ一体。17人です。え、あなたが僕に声をかけてから1時間の間に同じ質問をした相手です。何か事情があるようですね。よかったら相談に乗りますよ。相談って、君は中学生だろ。ただの中学生ではありません。後ろに探偵がつきます。探偵？もちろんまだ自称ですけど、僕の幼馴染で同級生の父親が本物の探偵をやってましてね。少なくともそのおっちゃんよりは推理力はあると思います。しかし、例えばあそこに立っている二人の男、刑事ではありませんか。そうだけど、どうして。若い男の方は分かりませんが、中年の男の方は見当がつきます。明らかに武道をやっている。がっしりした体、雨風にさらされて薄汚れたコート、聞き込みを重ねてすり減った靴、そして一瞬たりともあなたから目を離すまいとする血走った目、全てが刑事であることを物語っています。しかも古いタイプのね。どうです、ダメ元と思って話してみませんか。うん。君、名前は？工藤新一です。工藤君か。僕は秋元光一、東都損保の内務部に勤めている。東都損保、大手ですね。実は警察からある殺人事件の犯人ではないかと疑われていてね。事件が起きたのは3日前の木曜日の午前10時半頃。どうしてわかるんだい。いいから続けてください。ああ、僕が子供の頃可愛がってくれた親戚のおばあちゃんが鎌倉の自宅で何者かに殺害されてね、タンス預金の200万円が奪われたんだ。ああ、その事件なら知っています。確か警察は顔見知りと強盗の両方の線で捜査をしていると。そう、その顔見知りが何か警察に疑われる理由でも。先週僕は水木と有給休暇を取って木曜日におばあちゃんを訪ねる予定だったんだ。だけど水曜日に友達と朝まで飲んでて
酔っ払っちゃって。自宅近くのこの公園のあの茂みの陰で横になってまどろんでたんだ。で、そのせいで風邪をひいて、おばあちゃんの家行くのをキャンセルしたんだ。まどろんでいた時間は？10時頃から1時間ぐらいだったと思う。なるほど。犯行時刻は10時半頃。ここから鎌倉までおよそ1時間。つまり、その時刻、秋元さんがこの公園にいたことが証明されれば、アリバイは成立するんですね。そうなんだ。あ、もちろん、このことは警察には。話したさ。ところが、最初に事情聴取を受けたとき、勘違いをして、その時刻はマンションにいたと答えてしまったんだ。え？気が動転してたんだろうね。子供の頃、よく遊んでくれたおばあちゃんが殺されたって聞いて、それも僕が尋ねるはずだった。まさにその日に警察の捜査で僕がその時間マンションにいなかったことはすぐに分かってしまった。その時点で僕は公園にいたことを思い出し、慌てて供述を変えたんだけど。警察の心象を著しく悪くしてしまったんですね。ああ、僕のことを疑っている警察に目撃者を見つけてもらうのは難しい。ましてここは警視庁の管轄だし、あの二人は鎌倉の刑事だしね。それで秋元さんは自らの潔白を証明しようと。今日一日目撃者を探してたわけなんだ。わかりました。まず第一に、目撃者探しは日曜ではなく平日の方がいいでしょう。平日であればここのような広い公園は同じ時間に散歩やジョギングをする人が多いですから、本当は事件が起きた日と同じ木曜日がベストですけど。ああ、そうだね。それと他に何か覚えていることはありませんか？秋元さんの方で誰かを見たとか。それがずっと考えてるんだけど思い出せなくて。壁打ちや壁蹴りをしている人は？その時はいなかったな。じゃあ音はどうです？例えば黒い犬だ。そうだ、あそこでまどろんでた時犬の声を聞いた気がして体を起こして見たんだ。そしたらこの道を黒い犬を連れた女の人が通っていった。その女の人の顔は？いや、覚えていない。若い人でしたか？それも白い帽子に白っぽい服を着てたように思うけど。じゃあ犬はこの石垣越しに見えたんですね。そうだから全身は見えなかったけど、確か頭とお尻の方が。高さは50センチ強ってことは大型犬だ。黒のラブラドールかフラットコーテッドレトリバー、それにドーベルマンあたりか。手がかりになるかな。十分です。明日の月曜日10時にまたここで会いましょう。うまくいけばその犬を連れた女性に会えるかもしれません。しかし君、学校は？なに、こっちの勉強の方が僕にとっては大事ですからてなわけで今日の2時間目俺吹けっから。先生に見つかっても知らないよ。それよりその人が見た黒い犬ってロビン君じゃないかしら。ロビン君？うちの近所にいつも黒ラブ連れてるおばさんがいてね、私も犬好きだからロビン君撫でながら時々立ち話するんだけど、毎朝9時半から1時間くらい米花公園を散歩させるって言ってたよ本当か？どこのなんていうおばさんだ？そう、名前も家も知らないんだ。あ、でも最後に壁の裏側を通るのが散歩コースみたいだから間違いないと思う。そうか、よし今日も。壁の裏側じゃなくて表側だろ。え？壁の裏側じゃ秋元さんがいた場所から。壁の裏側だって言ってた。その道がロビン君のお気に入りで。んなはずねえよ。
壁の裏側じゃ壁に遮られて見えねえだろって。あ、そっか。じゃあどういうことだろう。多分その日はたまたま。わかった。きっと透視能力があるのよ、その秋元って人。はい、それで壁の裏側が見えたんだわ。あ、はいはい、透視能力ね。何よその言い方。もしかして私のことバカにしてない？いいよ別に。新一は信じないだろうけど、予知能力とかテレパシーとか本当にあるんだよ。バロー、こんなもんあったらな、事件なんてみんな未然に防がれて警察も探偵もいらねえ平和な世の中になってるっつーの。バカ、何よバカバカ言わないでよ。世の中にはね、新一なんかじゃ解けない謎がいっぱいあるんだから。んだもん、あるわけねえ。ある。ない。鈴木、うるさいぞ。すみません。なんで私が怒られなきゃなんないのよ。クロラブ？ええ、おそらく今日もあの道を通るはずです。それまで一緒に目撃者を探しましょう。しかし本当にいいのかい、授業の方。3時間目には戻ります。休み時間も合わせて45分間はここにいられますから。昨日の少年ですね。どうします？しばらく様子を見てみよう。すみません、ちょっとお聞きしたいんですが、先週の木曜日今くらいの時間ここを通りませんでした？ええ、通ったわ。じゃあこの人を見ませんでしたか？ん？ いえ、見なかったと思うけど。何？どうしたの？先週の木曜日、あちらの方を見なかったかって。ん？さあ。俺見たぜ。ん？私も見た！僕も見ました！本当かい？君たち。うん。あのね、あゆみ蝶々さんを見つけたの。俺が捕まえたら。僕が捕まえます。うん、ダメ、チョウチョさんかわいそう。死んでんのか。生きてますよ。よかった。あゆみちゃん、玄太くん、光彦くん、どうです。これで秋元さんのアリバイは成立ですね。だがな、3歳児の証言じゃ。ですよね。わかりました。じゃあ秋元さんが見た黒ラブの女性を見つければ、この子たちの証言と合わせ